お兄さん、お兄さんの願いは何？私たちならその願い叶えてあげる。たとえ願いが永遠の命でも、私たちが叶えてあげる。ねえ、お兄さん、あなたは何をお望み？あなたが望むこと。叶えてあげる。あなたが何かを望むなら、私たちの手を取って、そうすれば願いを叶えてあげる。さあ、今すぐに私たちの手を取って、早く取って、叶えましょう。起きた、起きたみたい。おはよう。やっとお目覚めになったようですね。おはよう。そしておめでとうございます。あなたの願いは叶いました。おめでとう。しかし、あなたはその願いの代償を支払わなければなりません。この子たちから聞いたでしょ？言ったかもしれないし、言わなかったかもしれない。どうだったか忘れちゃった。困った子たち。でも聞いても聞かなくてもどちらでも構わない。願いの大きさに比べれば、代償などほんの些細なこと。そうでしょう。だから、あなたの意志がどうであれ、代償はお支払いいただきます。あなたたち、はいはい。さあ、まずは体を清めて、準備をしてちょうだい。あなたは何もしないでじっとしていて、心を静めていれば大丈夫。安心して。きれいにするだけだから、傷つけないよう大事な体を丁寧に優しく包み込む。お兄さん、気持ちいい。気持ちいいよね。もっと気持ちよくしてあげようか。してほしいよね。だってお兄さん、気持ちよくなりたいって体が言ってる。気づいてないの？お兄さんのおちんちん大きくなってるよ。女の子に体を現れて、体を指でなぞられて甘くささやかれる。それだけで興奮しちゃったの。変なの。おかしいね。でもそれでいいよ。私たちがお兄さんのこと気持ちよくしてあげる。
清められるの。気に入ったみたい。嬉しい、喜んでもらえるの。体の隅々に丁寧にねっとりと舐め尽くして溶かして、お兄さん、お耳を開いたら、私たちの舌がお耳をなぞるのに震えて喜んでも、お兄さん、お兄さんがもっともっと気持ちよくなれる場所は、私たちが教えてあげる。お耳を同時に舐めたら、気持ちよくて気が狂いそう。でも快楽を追われられない。今度は私が首すり、私は耳をいじめてあげる。ねえお兄さん、おちんちんかゆいの？だってさっきからおちんちん上下にこすってる。つらいんだ。つらいよね。そんなにつらいなら私たちがしてあげる。まず、私から、おちんちんしこしこ、優しく上下にしこいてあげる。耳と首筋、舐められながらしこしこされるの。お兄さん大好きなんだね。
さんのおちんちん、ビクビクしながら喜んでる。ハモン汁だってダラダラダラしてる。おもらししてるみたい。興奮する。おちんちんをシコシコしてるの。興奮するよね。それじゃ今度は私の番です。お兄さんのおちんちんシコシコしてあげる。準備はいい？お兄さん始めちゃうよ。私の手の方が気持ちいいでしょ。違うよね。私の手だよね。ねえお兄さん、答えないとやめちゃうよ。ねえ、どっちが気持ちいい？困った。それでいい。しかし、もう一回してあげるね。お兄さん、ダメダメだよ。勝手に言っちゃ。今は体を清めてるの。だから汚すようなことしちゃダメ。つらい？出さないとつらいの。そうなんだ。大変だね。じゃあ、出せないようにしちゃえばいいんだ。そうしよう。お兄さんのおちんちん、縛っておいてあげる。そうしたら、出さなくていいよね。ほら、できた。これでお兄さんのおちんちんは射精できない。もう思いっきりしごかれても大丈夫。よかったね。お兄さん、たくさんシコシコしてもらえて喜んでる。叫ぶほど嬉しい。よかったね。じゃあもっと気持ちよくしてあげる。そのまま狂っていいよ。Thank you.
ちんちん縛ってたから体は汚れてないね。準備はできた？できた。完璧。ずいぶん遊んでもらったようですね。それじゃあ部屋を移動して、今度は私と遊んでください。今度はみんなであなたのこと早く楽にしてあげなきゃ。そうでしょう。あなたのその限界まで散らされて勃起したおちんちん、早くどうにかしてあげないと気が狂ってしまう。でももしあなたが壊れても、私たちがおもちゃにしてあげるから、安心してくださいね。そうしたら、永遠に私たちのもの。さあ、遊びましょう。じゃあ、私たちは、兄さんのおちんちんで、たくさん遊んであげる。何しよう。何がいいかな。あれにしよう。あれがいいね。うん、だって兄さんもきっと気に入るよ。ぬるぬる、丸くて穴が開いてて、プニプニ、中にひだひだ、おちんちんを入れると溶けるように気持ちいい。お兄さんのおちんちん、ビクンって跳ねた。期待してる。気持ちよくなりたいの。いいよ、お兄さん。いっぱい気持ちよくなろう。入ったね。おちんちんが先っぽだけ顔出してる。かわいいね、おちんちん。かわいいからたくさん遊んであげないと。じゃあ私は竿のところで、私は祈祷で遊んであげる。おちんちん溶けそうなんだ。気持ちいいでしょ。でもこっちも忘れちゃいけませんよ。全身がおちんちんのように敏感に感じるように一回外してあげます。ダメだよ。
し出しちゃったとしてもシコシコの爪の匂いをやめてあげないけど、それでもいいなら出していい。ほら、我慢してるの。そうだ、出しちゃったあとしごかれるの辛い。こんなに激しくチンチンチンなって我慢できるかな。お兄さん、すごい声だ。チンチン、わかるよ。チンチン、正義が出てきてる。信じされてるね。でも、もう我慢できない。出る。おちんちんから精液出てきちゃう。いいよ、出して。ほらほら、お兄さん気持ちよくなる。ほら、精液。精液出ちゃったね。でもやめてあげる。言ったでしょ。シコシコもペロペロもやめようって。お兄さん叫んでる。辛いよね。やめてほしい。じゃあちゃんとお願いできた。面白いから、もっと狂ってほしくなっちゃった。だから、やめてあげない。私が疲れたら、やめてあげる。それまでずっとこのまま。頑張って、ごめん。やめてあげないって言ってるのに、必死にお願いしちゃうお兄さん、本当に面白い。どんなにお願いしても無駄だよ。絶対にやめてあげない。でも、もしお兄さんが今より面白いことしてくれたら止めてあげるから。それどころじゃない。じゃあ諦めて、壊れるまで喘いでて。おちんちん、またピクピクしてきた。ピクピクI'm sorry.
ほしい。お兄さん、それじゃあ答えになってない。私の質問に答えて。どうなの、どっちが気持ちいいんだよ。やっぱりなんて言ってるか分からない。仕方がない。3回目の射精で一番気持ちいいかな。もっと強く握って激しく動かしてあげる。ああ、お兄さん、気持ちよすぎて声が出なくなっちゃった。じゃあこれが正解なんだね。いいよ、もっともっとしてあげる。お兄さんがもっともっと気持ちよくなれるよ。もっともっと震えるよ。たくさんしごいてあげる。ほら、ほら、どうかな。おちんちんの先ほど、もうすぐもっともっと気持ちよくなるよ。ほらほら、おちんちんが出る出る出る。いいよ、出して。このまま壊れちゃってお兄さん。お兄さん、動かなくなっちゃった。3回目、精液の後、透明なお汁が吹き出してた。変な味。もうお兄さん、壊れちゃった。壊れたの？壊れた。大丈夫。ただ気絶しただけ。まだ壊れてはいないわ。よかった。お兄さんとまた遊べる。目が覚めたらまた私たちと遊びましょう。起きた、起きたみたい。お兄さん、疲れてるよね。疲れてる。お兄さんは人間だから、壊れないように修理しないといけないんだって。修理。だから私たちが修理してあげる。お兄さん来て。ここ、私たちの間。そう、そこ。それじゃ始めるよ。じっとしててね、お兄さん。お兄さんのお耳、結構汚い。お掃除、ちゃんとできてないんだね。私たちが徹底的にきれいにしてあげる。気持ちよさそう。こういう形でも気持ちよくなれるんだ。
奥の方がちゃんと見えるようになってきた。あと少し、お掃除。耳かき棒はこのくらい。次はこれ、綿棒使ってあげる。ほら、気持ちいいでしょ。まだまだ出てくる。お兄さんの耳、結構汚れてたんだね。もっときれいにしてあげないと。このくらいで大丈夫。次は梵天。白いふわふわ。してあげないとダメだよね。でも今はしっかりと思う。
寒天が終わったら、今度はしっかりと踏み目でしてあげるから、満足できた。できたみたい。お兄さん眠いの。眠そう。いいよ、寝て。その代わり、起きたら一緒に遊んでね。お兄さん、私たちがシコシコしたら出せないんでしょう。なら自分でシコシコすればちゃんと出してくれるよね。いいよ、それで私たちは出してくれるならそれでいい。それじゃあお兄さん、たくさん出してね。出してくれないと私たちが絞っちゃうから。いい、いいよね。最初は優しく舐めてあげる。
くしてる。もうチンチンシコシコする速さ。早くの方が。もっともっと出して。私たちに精液ちょうだい。
気持ちよくしてあげる。あと少しでしょ。追い込んであげる。好きな時に出して、何度でも出し尽くして、さあ出して。
気持ちよくなれたみたいだね。いいよ。私たちも楽しかったし、また遊んでね、お兄さん。